こっちかも。どっちだよ。ほら、ここ。では今現在はチャプター3の途中で、前回ちょっと喋ってる時に前に来ないでもらいたいけど、チャプター3の途中で終えました。なかなか洞窟クリアできなかったんですが、レベル上げしようか、それとももう一回洞窟目指そうか考えましたが、もう一度洞窟を目指そうかなと。それでダメなら経験値稼ぎなどをして対応しようと思います。だいたい前回たどり着けなかったあたりまで来ました。この鍵ある木の先が進めなかったんですよね。なので今回は何としてでもここから先行きたいなと。実はこれ道中敵が出てきてないので、もしかしたら時間帯によって変わるのか、それとも以前倒したところはもう出てこないのか、事情はよく分かりませんが、途中までは楽に進めてると。ただプロンプトだけが来る途中の大きなカニに一撃食らってしまったと。そうですね、この辺りから前回できなかったところ、この辺りはずっとガードしながらで、おっと、なんかスローニンとかいう新しい敵も今見えましたけど、なんだあの敵は。あー、危ない危ない、崖の下に落ちそうだ。とりあえず数を減らそう。このスローニンとかいうガタイもでかい。うん、とりあえず1体でもいいから早く減らしたいんだが、このプリンを倒したかな。おお、危ない。よしと、あともう1体このスローニン、うわーっとイグニスが倒されたと。いや強いぞこれ。勝てるのか。味方もろとも、イグニスをここは救出と。救出はどうすればいいんだ。やばい、一緒になって倒されたらダメだろうと。ちょっと頼むよ味方。うおお、助かった。これプロンプト助けるときは、なんだろう、フェニックスの王を使わないとダメなのかな。うわーっと、あー、今倒されたのはプロンプトか。イグニスはどのようにして救出すればいいのか。ここは素直にアイテム使いましょう。はい、さて頑張ってもらってる間、あ、そっか、これがあったな、必殺が。もうマックスまで溜まってるので、これ2回ぐらいやればいけるんじゃなかろうかと。大丈夫か、この必殺やってる間は無敵っぽいので、これで倒れてくんないと困る。よしと、このスローニンを、なんだろう、ボスでもないのにここまで苦労させられると。こっちは、やはり経験値稼ぎしないと厳しいのかな。あ、ここ降りちゃダメだったか。プロンプトが余計なこと言うから、ほらこことか言ったからついつい降りてしまったけど、またカニ歩きできそうな場所があったようなので戻りましょう。また同じところに戻ってきました。今度こそは道を間違えることなく行きたいものですが、ここですよね。ここら辺でグラディオじゃないわ、プロンプトがこっちこっちとか言ったから飛び降りたんですけど、ここ飛び降りちゃダメで、ここの脇をすり抜けて、ここまた細い通路をカニ歩きと。
これで問題なく先には進めるものの、もう HP がすごく低いですからね、全員が。グラディウスだけがなぜかまだ800残ってると。そうな気もするんだけど。さて、なんとか抜けてと、こちら側。あの扉。おお。と思ったけどダメか。まあ敵が来るのは当然といえば当然だが、敵はレベル13なので、このインプはそこまで強くはないと。だが他にも敵がいるので、大丈夫か。おっとイグニスも、おっと私も倒された。このノクティス様が回復アイテムを、じゃあここは回復アイテムだけでは足らないと思うので、はい、エリクサ行っちゃおうかな。まず最初にインプだけを倒す。でもグラディオスだけ残ってればいいかなって感じなので、まずはインプを倒す。よし、インプ倒して、あとはこちら側を倒せば良いんだが、んー、まあ、レベルいくつって書いてある。19か。19は高いな。まだしかもインプがいると。あー、インプ避けられた。さーて、おお、大ダメージ受けたな。ここはハイエリクサーではなくポーションを使えるうちに使っておこう。うわーっと寒い寒い。ちょっと操作間違えたな。インプの方に必殺を使ってしまった。だが巻き込んでるのかな、敵も他の敵も。インプはこれたびたび出てくるので、ひょっとしたら、これは、あ、そっか、やっぱ敵が何回も出てくるような感じですね。ちょっと助けてくれ助けてくれ。ここでポーション使えるか。ポーションの数も足らない。プロンプトはもう無反応だな。なんとか一体だけでも。いや、これ敵の数増えてるのかな。なんか3体に膨れ上がってるような。2体ぐらいしかいないかと思ったら、いつの間にか3体と。いやー、今四角ボタン押したんだかな。だんだんと HP もなくなってくると。それにしてもグラディオス強いな。まだ倒しきれん。あーっと、ダメだ。もう一回ハイエリクサー使おう。耐久減ってるのからどんどん減らしていきたいけど、もう一回ここで必殺使って、ダメだな、減りきらないな。いや、捕まってんのかこれは。よしと、なんとか抜けたはいいが、ここまたポーションで。なんでこんなに苦労させられるのか。すごい疲れるぞこれ。もう一回
ストラディオス。これ一体もう倒したか。ようやく一体か。どれだけ接戦すればいいんだこれ。ダメなのかこれ。助けらんない、助けらんないか。こっち側の敵をまずは必殺で、誰かプロンプトを助けてほしいんだが、どうだこれ。ダメか、危ないとなってる。ポーションあと4つ。よし倒した、ようやくラスト1体。あー、いやー、ここまたポーションか。もうここはやり直すくらいならばどんどんとアイテム使っていった方が。プロンプトは完全にもう倒された状態になってる。あっと、そして必殺がいくつも使えるので、ここ全部、あー、かわされてるぞ。今のはナイスだったのか。よしと、じゃあ逃げる。もうこのシフトブレイクとこの繰り返しでなんとかなるんじゃなかろうかと。だが MP だけは気にしておかないといけないと。で必殺また溜まってると。なんだろうなこの強さ。やはりレベルは上げないとダメということですね。まあ、今までの FF シリーズでもこんなね、舐めたプレイをすることは基本的にはないんですけどね。今回まあ実況プレイということで早め早めも心がけてはいるのですが、いやー、腹減ったな。苦戦したからな。かなりの苦戦だった。だがここでね、もう目的は達成だと思うので、またこの中で敵が出てくるとかなるとさすがに辛いものがあるけど、よしと。これは弓ですかね、どうなんでしょう。弓なら遠距離でチクチク攻撃できて良さそうなんですけど、武器が3つ揃いました。ファントムソードが召喚できると。さてここでクエストクリアとなり、なんか寒がってますけど、お、ここ瞬間ワープ可能と。また頭痛が。大丈夫？なんだ？どこだ？どうした？穴の中でなんか燃えてた。あれメテオか？カーテスの大皿が見えたのか？一度レスタルムに戻ろうぜ。ダルコットに報告しなきゃね。というわけでレスタルムに戻りましょう。さて宿屋に戻ってきたので、ノクティス様、お帰りなさい。いただいた情報が役立った。さようでございますか。さすが子供にしてなかなかやるもんですね。プロンプトとは大違いと。タルコット。いえ。
よかった。わしも嬉しいよ。幼い頃の王子と陛下を思い出すな。どうだろう。これはどうすればいいんだろう。おっと、また会話しようとしたら頭痛がしたと。ああ、タイタンかな、今のは。まただ。大丈夫？どうしたの？エリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん、望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら何かわかるかもしれない。カーテスの大皿って本当に本当に大丈夫？さっきイリスと会話しようとしたらイベント発生したので、では入り口行きましょう。あ、これうまそう。おっと、いきなりもうこれ絶対美味しいでしょ。食事イベント、これはキャンプでも作れそうだ。こうやって人のそばに行くだけでまたレシピ覚えることもあると。それにしても腹減るゲームだなこれ。なんだろう、そんなに腹減らしてどうするつもりかと。そして見知った人が。おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいのそれ。素直に聞くか。会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。騙しやすい奴らだな、この4人は。すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んだよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。勝手にこの目標点が見えていくと。レガリアだっけ？2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。さて、なんだろう、これ自分らが早く行けばあの人も走ってきてくれるかな。まあそんな甘くはないと。悠々的にあれを見てみるのはどうだ。ゆっくりと歩いてると。どうした？いったやな。また頭痛か。困った女。さて、こっちには自分の車はないが大丈夫なのか。アーディンと話せばドライブがスタート。といっても会話はできないような感じなので。ああ、ここで会話話すことができると。じゃあ運転手は俺が指名しよう。君、君がいいね。仲間に任せると。運転はできないと。彼いつも運転してるでしょ。たまには休ませてあげなよ。一見もっともなことを言われたが。君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。これ運転免許をそもそも持ってるのかどうかという話がありますよね。これでチャプターエンドとなりました。レベルも16、15とそのあたりまで上がってと。では今回はここで終えて、また次回チャプター4からプレイしたいと思います。もし続きに興味がある方はチャンネル登録して次の公開をお待ちいただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。